最強1インチセンサー2億画素望遠を搭載した、世界最強のカメラスマホ、Vivo X100 Ultra。同じ最強センサーを搭載した OPPO と Xiaomi と比較しながら評価します。いつもご視聴ありがとうございます。今回ですが、こちら、Vivo の X100 Ultra についてご紹介していきたいと思います。こちらですね、Vivo の 8 Gen 3を搭載したフラッグシップ端末になってます。端末の概要ですが、このようになります。ではですね、早速開封の方をしていきます。今回購入したモデルですが、こちら、12ギガのですね、256GB バージョンの、これちょっと色がわかんないですけど、チタンみたいな色のやつですね、購入してます。この端末ですが、Vivo のですね、私の方でレビューした X100 Pro の上位機種に当たるんですが、カメラがすごい端末になってます。ではですね、開けていきましょう。よいしょ。同行品の内容ですが、こちら、本体ですね。ケースが今回変わった色ですね。若干本体の色に合わせた、ちょっとクリーム茶色みたいな色になってます。肌触りすごいですね。あと USB-C のケーブルと SIM ピン。あと充電器ですね。こちら、80W の充電器ついてます。ちょっとマニュアルという構成ですね。いつも通りの構成だと思います。ではですね、端末の方を見ながら、スペックの方を確認していきたいと思います。今回、Vivo のカメラフラッグシップってことで、ちょっと登場が遅れてきたんですけど、X100 Pro の上位機種としてですね、こちら、CPU が 8 Gen 3になってます。V3 エンジンから V3 プラスエンジンになって、V3 エンジンの X100 Pro もかなりすごかったんですけど、さらに強化されているという V3 プラスエンジンになっているところが、8 Gen 3との組み合わせでさらにどれぐらいカメラ性能がですね、上がっているかってところがポイントだと思います。あとカメラのセンサーも LIT900、こちらも X100 Pro からの差分ですね。確か X100 Pro 898だったと思う。989か。1インチですけど、新しい世代のソニーのセンサー、1インチセンサー積んでます。このカメラも結構すごくてですね、超広角も LIT600、こちら最近のミドルで 1.95 分の1で、そこそこ性能がいいセンサーになってるんですが、それを超広角が積んでいて、望遠がなんと2億画素ですね、サムスンの HP9 で2億画素の 1.4 分の1インチ。望遠のセンサーサイズとしては、もしかしたら過去最高の大きさかもしれないですけど、3.7 倍の広角で100倍デジタルまで対応という三眼構成なんですけど、1インチでこの超強力な望遠が特徴的だと思います。超広角もですね、 LYT600 結構これまでの評価でいい性能出てるので、カメラ周りがすごいですね、死角ないという感じですね。あとディスプレイの方が 6.78 の 3200×1440 の E7 アンモレッドですね、3000ニットになってます。一応超音波の指紋認証も対応します。あとベーパージャンバーとバッテリーが 5500mAh で、最近の Vivo のですね、バッテリーの超薄ごたか軽量化で、結構ハイエンドとしてはバッテリーより多いですね。あと 80W 充電の 30W 無線充電、ちょっとこの辺はスペック落としてます。ストレススピーカーで防水防塵 IP69 プラス IP68 で、この辺もすごいですね。で、重さが 229g という構成になってます。カメラフラッグシップって感じですね。他もフルスペックが入ってるという非常に高スペックな端末になってます。値段は今回12が 256GB で、144,000円からという感じになります。日本で登場されたシャオミの14ウルトラよりも安い価格で、中国の価格ですけど出てるところはすごいところですね。もしかしたら中国版の価格、シャオミ14ウルトラの価格と変わらないかもしれないですけど、少なくとも日本で出てる価格よりも安いとですね。はい、端末の概要は以上になります。ではですね、デザインの方ちょっと開けて見てみたいと思います。で、非常に楽しみですね。どんな感じなのかちょっと開けてみます。はい、端末の方こんな感じです。ちょっと今までにない色味、画面だともうちょっとチタンの色かなと思ったんですけど、思ったより白っぽいですね。ちょっと灰色っぽい感じもしてるんですけど、色味がちょっと変わってます。質感はすっごいですね。なんかしっとりした感じで、サラサラしてる感じです。この辺は Vivo のロゴはちょっと段差がついてますね。非常に質感高いですね。クオリティ高い。色味がなんか今までない色味で、高級感がすごいです。カメラ周りのリング、これ見てわかりますかね。この辺りのこだわりもすごいですね。ボトムはこんな感じです。ここヘアライン処理が入ってる。すごいなこれ。SIM スロットに USB-C のスピーカーですね。この辺りの質感もすごい良くなってますね。サイド面の処理はこんな感じです。ボリューム電源ボタンですね。トップもス
スピーカーとマイクですね。スピーカーなのでサイド面から両方とも出ています。右側は何もないという構成ですね。このサイド面の処理、ヘアライン処理っていうか、ボトムの処理にちょっとびっくりしました。すごいですね、この作り込みが。画面上わかりますかね。これ Vivo の中では一番デザインと質感高いと思います。で持った感じですが、75.57 なんで、さすがにちょっと幅ありますけど、まあ、この辺のエッジディスプレイになっているので、まあ、比較的幅ですね。持ちやすさは考慮されているって感じですね。まあ 75.57 の割には持ちやすい方だと思います。ギリギリセーフかもしれないですもんね。若干端末も細く実機見た目見えますね。この辺カメラがでかいからかもしれないですけど、ちょっと色味と質感には驚きました。過去 Vivo でこれカワー端末とかあったんですけど、こちら X100 Pro と比べるとこんな感じです。まあ見てわかると思うんですけど、デザインは結構踏襲してて、肌触りとか見た目の質感が一段確実に上がってますね。下手すると2段ぐらい上がってるかもしれないですけど、まあ、デザイン性は非常に似てるんですが、肌触りとか素材の材質がすごい良くなってる感じがします。あとボトムの処理もですね、今までのデザインとちょっと変わってるんですよね。ちょっとへこみが入ってる、わかりますかね。へこみが入って、かつヘアライン処理まで入ってるっていう、ちょっと驚きのこだわりデザインになってて、ちょっとびっくりしたんですけど、じゃあ写真じゃ全然わからなかった。でサイド面こんな感じですね。トップもこんな感じ。トップはまあ似てる感じですけど、それでもちゃんとヘアライン処理も入って、非常非常にこだわってますね。スピーカーが今回ちょっとこだわってる面もあるみたいなんで、このサイドから出てる音とかですね、気になるところですね。うん、デザインに関しては、まあ、過去一と言ってもいいほど質感高いです。ちょっともうちょっとチタン色みたいな感じになるのかなと思ったんですけど、微妙に違うんですね。ちょっとギャラクシーと比較してみましょうか。はい、ギャラクシーの色とこんな感じです。わかりますかね。比較すると似てる色ですけど、微妙に白っぽい感じですね。こっちもうちょっとこう茶色というか、少し色味が違う感じです。白っぽい感じですね。角度によっては同じような色に見えますけど、真正面から見ると若干違う感じです。写真だとどっちかというとギャラクシーの色味だと思ってたんですけど、実機は思ってたよりも白っぽいという感じですね。まあ、カメラのところの作り込みがすごいです。はい、デザインについては以上です。じゃあちょっとカメラのデザインの方見ていきたいと思いますけど、今回のカメラ相当こだわってます。1インチの、まあ、カメラセンサーもすごいんですけど、望遠ですね、こちらのペリスコープの望遠も2億画素になっていますと。で超広角も LYT600 で最近結構いい性能出してるので、まあ、三眼構成にはなってるんですけど、スペックとしては非常にバランスが取れててある意味いいなというふうに思います。どのカメラもおそらく結構性能が出るんじゃないかなと。でカメラの出っ張り結構やばいですね。これ相当ちょっとデザインでごまかそうっていうところはもうごまかしきれてないようなレベルの段差になってますけど、はい、どうでしょうか。5ミリに行くかどうかっていう感じですね。ちょっと分かりづらいですけど、5ミリ行ってるかな。5ミリ行ってますねというぐらいすごいので、まあ、カメラの出っ張りは相当ありますと。ちょっとケースの方をつけてみましょう。ケースのですね、色味が本体の色に合わせてあるのがちょっといいとこですね。肌触りも結構いい感じです。ちょっとつけてみます。よいしょ。あ、結構いい感じですね。まあ、質感は落ちちゃいますけど、カメラの保護に関しては、ちゃんとできてる感じがするな。まあまあ、クリアランスがありますね。0.5 ぐらいあるかもしれない。下手したら1ミリあるかもしれないですね。この辺はしっかりクリアランス取れてますけど、ちょっと面積が広いので、心配ではありますね。はい。カメラのデザインについては以上になります。じゃあちょっと重さの方もですね、ちょっと見ていきましょう。重さこんな感じですかね。 229g。 はい、フィルムはちゃんとついてますね。ついてる状態で測ってみましょう。ちょっとカメラの段差がすごいんで斜めになっちゃいます。 230g なんで、まあ交渉値通りですね。ケースをつけると249、まあちょうど 20g ぐらいなんで、まあ一般的なケースの重さということで、まあ重量級ですね。ほぼ 250g という感じになります。はい、重量については以上になります。はい、それではですね、電源の方も入れていきたいと思います。電源入れていきましょう。よいしょ。はい、オリジン OS ですね。日本語も一応こちら対応してますと。でちょっとセットアップしていきましょう。生体認証、指紋認証、顔認証に対応します。指紋認証はですね、超音波式なので今回非常にいいと思います。データのインポートも日本からにもできるようになってますね。あ、システムナビゲーションが3つ選べるようになってます。全画面ディスプレイ、ナビゲーション系、キーとクラシックですね。この辺結構いいですね。
あ、セットアップ早い。余計な設定があんまなくていいですね。はい、入ってるアプリケーションこのようになってます。まあ、中国系のアプリがそこそこですね。こんな感じで入ってますね。ちょっと画面の輝度上げましょう。よいしょ。結構明るいですね。3000ニット。システムの状態ですけど、デバイス情報ですね、このようになってます。 8Gen3 ですね。拡張 RAM も対応しますね。で、 V3 チップになってます。認証に関してはこちらのような中国系の認証になってます。ストレージはですね、初期の状態でこちら 31GB 使用、少しまあ多めですね。 RAM に関しては拡張 RAM ですね、 12GB までこちら増やせるようになってます。 RAM は 12GB で大幅に拡張できます。あと、これ中国版なんですけど、ユーザーアカウントのところにですね、 Google の基本サービス管理がありまして、こちらをイネーブルにすると、一応 GMS がですね使えるようになっていて、 Google Play APK で入れたりとかすれば、一般的なグローバル版と同じく YouTube とかですね、Chrome が使えるようになってます。はい、システムの初期状態については以上になります。はい、それではですね、ディスプレイのチェックを行っていきたいと思います。発色の方どうでしょうか。特に問題ないですね。黒背景の階調表現どうでしょうか。5は見えてますね。4はどうでしょうか。微妙ですけど、4はちょっと見えづらいですね。実機の方もちょっと見えづらい。白背景どうでしょうか。254ちゃんと見えてますね。特に問題なさそうです。視野角ちょっと見てみましょう。ちょっと青みがかかりますね。こちらの機種の廉価版 X100 Pro ですね、以前レビューしたものと比較するとこんな感じです。まあ、色味に関しては大差ないですね。黒背景どうでしょうか。黒背景は X100 Ultra の方がいい感じですね。少し見えてる感じです。白背景はどうでしょうか。白背景は変わらないですね。ベゼルの太さは、あれ、若干 X100 Pro の方が細い感じもしますけど、横のところはなんか X100 Pro の方が上から見ると若干細く見えるという感じになってます。あと、サイドのところの色味がもしかしたら少し、エッジのところが少し青みがかかってますね。角度の問題かと思ったら、この辺はちょっと X100 Ultra の方がエッジの面の色味の変化は微妙にここ青いですね。はい、微妙な差ですけど、参考になれば幸いです。色味の変化っていう点では、これちょっと傾けると分かるんですけど、 X100 Pro の方がなんかこう見るといい感じですね。あんまり X100 Pro は色味の変化ないんですけど、 Ultra の方は結構変化するって感じです。ディスプレイチェックは以上になります。はい、それではですね、スピーカーの音もチェックしていきたいと思います。スピーカーの音の設定ですけど、こちらいろいろ設定あるんですけど、オーディオスーパー解像度ですね、こういったものもあります。デフォルトオフになってます。あと、聞き心地のカスタマイズとか、あとスーパーオーディオですね、こちら AI とか動画、ゲーム、音楽に設定できるので、こちらはですね、音楽に設定して聞きたいと思います。それ以外は特にないですね。じゃあ、いつもの曲聴いていきましょう。どうでしょうか。なんか結構音がいいですね。 X100 Pro でもかなり音が良くなってたんですけど、ウルトラも同じような感じです。若干もしかしたらもっといいかもしれないですね。スピーカーに関しては、昔 Vivo そんなに良くなかったんですけど、今回かなり良くなってますね。 Galaxy とか、まあ、全本と比べたらどうかっていうのはありますけど、まあ、それに近いレベルまで来てるなと思います。低音とかも結構出てるし、高音もツヤがあって非常にいいので、周波数特性についてもチェックしていきたいと思います。はい、こちらがですね、スピーカーの周波数特性を取った結果になってます。白線がですね、ASUS の ROG 本で、青線がですね、一つ下のグレードの X100 Pro の特性を表しています。今回聞いた感じ、低域が結構出てたんですけど、周波数特性的にもですね、こちらこの辺はですね、 ROG 本7と同じぐらい出ていて、結構特性的にはですね、かなり良くなっているという結果が得られてます。一方で超広域は逆に減ってる感じなんで、この辺はちょっと惜しいなというところですが、まあ、全体的に聞いた感じ、低域が増えたことによって、
スピーカーの音はですね、かなり良くなったというふうに思います。次にアンツ総合ベンチマークの結果になります。今回ですね、比較としてはこちら Galaxy、 あと X100 Pro、 Xiaomi Find X7 と比較してあります。と Gen 3の中ではこちら Find X7 Ultra に次ぐ性能を実現しています。ちょうど Xiaomi と Find X の間ぐらいですね。これぐらいだと性能は変わらないんですけど、スロットリング制御もほぼ同じような感じの緩やかさになってます。最高で212万点で最低が192万点という感じなので、そこそこいい結果と思います。X100 Pro はですね、ディメンシティなんですけど、こちら高温になると一気にスロットリングがきつかったんですが、このあたりの性能改善はウルトラになっていいと思いますね。次に 3D 実用性能になります。こちらの方はパッケージリネームとリネームじゃない結果がだいぶ異なってるんですけど、双方ともですね、スロットリングが安定していて結構いい結果が得られてます。リネームの時は2796で44度収束、おそらく原神とかこの辺のスペックで動くので、そこそこ低発熱で性能も高い感じでプレイできると思います。で、端末としての最高性能っていう面では54度まで上げると、3400ぐらいで安定してるので、ポテンシャルはこの辺ぐらいまであるので、今回チューニングとしてはですね、変なこう揺らぎもないのでいいと思います。一方でこれ3400っていうのは 8Gen 3の大体 70% 性能なので、このあたりはですね、ゲーミングスマホをこの辺の上に比べると、やはりちょっと負けてしまうなというところはあると思うんですけど、カメラスマホというところでは、そこそこ頑張っていると思います。 X100 Pro はですね、2222だったんで、それに比べるとだいたい 20-30% 増しなので、このあたりの性能の向上も、ウルトラとプロの差分としてはですね、大きいと思います。次にバッテリー持ちですが、こちらかなりいい結果得られてます。性能としてはですね、14000点強でバッテリー持ちが約20時間というかなりいい結果得られていて、このあたりですね、 X90 Pro プラス、前のシリーズですね、あと X100 Pro と比べても、 X100 Pro と同じ性能でかつバッテリー持ちが 3,4 時間伸びていて、前作の X90 から比べるとバッテリー持ちも性能も上がっているのでかなり良くなってます。で、20時間で、この辺の性能っていうと、この辺ですね、レッドマジックとか前回レビューした Xperia が驚異的なバッテリー持ちを持ってるんですけど、それに迫っている性能なので、このあたりはですね、今回 Vivo の端末としては 5500mAh でバッテリー容量も少し多いっていうところもあるんですけど、バッテリー持ちはかなりいいなという感じですね。次にカメラの方ですが、この端末カメラがですね、一番の注目ポイントですけど、現時点利用できる最高スペックのですね、センサーを搭載しています。ソニーの LYT900 ですね。こちらのセンサーですが、今搭載している端末は Xiaomi 14 Ultra と Find X7 Ultra、この3機種になるので、今回カメラ比較はですね、この3機種を中心に比較をしています。どれぐらいですね、性能差が出るのかってところは、 Vivo はですね、 V3 プラスエンジンを積んでる分、画像処理が有利になるんですけど、その辺の差分がですね、どのあたりに出てくるのかってところを見ていきたいと思います。はい、こちらですね、撮影モードを示しています。今回3画になるんですけど、 4K120fps はですね、カメラの切り替えができないんですが、 4K60fps 以降は3眼でのカメラ切り替えができています。あと望遠に関してはですね、写真は100倍で、動画に関しては 4K120 の時は15倍なんですけど、 60fps 以降は20倍まで撮影できると。インカメラもですね、今回 4K60 まで対応っていうのと、2倍までズームできるってところはいいところですね。あと望遠ですね、こちら2億画素でこれだけ大きなセンサーサイズっていうのはこれまでなかったので、このあたりがですね、どれぐらいの性能が出るのかっていうのを見ていきたいと思います。はい、ここからかなりの枚数撮ってるのでざっといきたいと思いますけど、いつも撮ってる写真ですね、こちら若干この地面の解像度があんまり出てないなっていうところが気になるんですけど、ロス制御も Vivo の割にはちょっと弱いなって感じはします。もっと前作良かったような気がするので、このあたりですね、ちょっと比較してみたいと思いますけど、ノイズに関してはそんなにない感じですけど、若干出てる感じがしますね。夜景性能がいいって言われてるだけにちょっと期待してたんですけど、ちょっとこの写真ではむちゃくちゃいいって感じではないですね。これ前作と比較するとこんな感じになるんですけど、やはり前作の方が露出制御ですね、これ見るとちゃんとできてるので、
この辺今回 V3 プラスエンジンでエントジェン3なんですけど、チューニングがまだまだできてない可能性はあるなと思います。ディメンシティの方がですね、この遠いところの解像度に関してもできているので、ちょっとこのあたり惜しいですね。このファインド X7 ウルトラ、シャオミ比較するとこんな感じです。まあこちらの方もファインド X もシャオミもかなり露出制御うまくできているんですけど、それに比べて、まあ、ちょっと負けてる感じがします。解像度に関してもですね、やっぱなんかこの辺が荒い感じしますよね。まあシャオミもこの辺ちょっと荒かったりするんですけど、今回この3機種の比較では X100 ウルトラのですね、露出制御に関してはちょっと劣ってる感じですね。あと HDR 性能、あとゴーストに関してなんですけど、 HDR はですね、こちらまあさすがという感じですけど、かなりできてる感じです。でゴーストに関してちょっとですね、気になる点があって、このような感じで少しこうバグっぽいような、こう変な映像処理が入るってところがたまにあるってところがあって、ちょっとこの辺はソフトウェアがまだ完成されてないのか、少しバグがあるのかってところは気になるところです。まあゴーストはまあいつもね通り、まあ少し前より減ってる感じがしますね。でこちらいつも撮ってる写真、まあこの辺もなんか少し解像度が少しこの辺いつもよりはなんか弱い感じしますね。ちょっとぼやっとしてる感じです。こちらの写真もですね、まあ露出制御がちょっと弱い分この辺ぼやっとしますけど、まあ、他はまあそんな問題ないですね。でこの辺の看板の解像度もしっかり出ていていいと思います。でこちら3機種での比較でちょっとロス制御とか解像度とか気になるところが出てきてますけど、3機種の比較で今回 Vivo に関しては基本ビビットモードで撮ってます。これ全体的に見ると、まあ、どの端末もハイレベルなんですけど、この辺ですね、文字のところのロス制御がやはり先ほどの最初のシーンと同じくちょっと弱いところが出ていて、この文字がですね少し白ずぼれになりかかってってところ、ただ解像度に関しては他の端末よりもこの文字の看板のところは出てるって感じですね。なんで露出制御に関しては少しチューニングがまだまだできてない可能性があると。で HDR に関してはまあできていて、解像度に関してはまあそこそこ高い状態が維持できているというふうに思います。でシャオミの方もですね、バイブレントモードでこちらは撮ってあります。こちらの写真ですね、先ほどちょっとバグがあるって話で、これ看板のところがなんかモザイクかかってるようになってますけど、こういう写真がたまに出るんでちょっとソフトウェアのバグの可能性があるなという感じです。いろいろその評価してる中で実はソフトウェアアップデートがちょこちょこ入ってきてるので、評価中に入ってくると結構困るんですけど、徐々に改善されてきてるなっていうのは感じます。こちらの写真ですね、まあ、フレアとかこんな感じでまあまあ出ますけど、まあそれ以外に関してはちょっとこの看板のところの露出制御が弱いところが少し出てるなと。まあこの辺のところもそうですよね。ちょっと夜景に関しては Vivo すごいってところが、下手するとこれ X100 Pro の方がいいかもしれないですけど、ちょっと惜しい感じですね。で3機種比較するとこんな感じです。まあファインド X7 ウルトラがこのシーンでは一番露出制御のところはよくできてるって感じですね。フレアの出方っていうのはこの3機種比較すると、まあ、結構違うんですけど、 Vivo が一番抑えられているってところはレンズ性能に関してはこの3機種では一番良さそうという感じになります。解像度のところに関してはこの木のところを見ると、まあ、これ結構頑張ってますね。あと露出制御は先ほどファインド X、 あと Vivo、 シャオミっていうような順番だと思います。これ違ったシーンですけど、まあ、道路のところの質感ですね、解像度が、まあ、3機種色味含めて違うのが分かると思います。あと空の色味もですね、だいぶ違う感じですね。この辺のグランドツリーのところの色処理に関しては Vivo が一番よくできているという感じになります。先ほど見ましたが、まあ、HDR 含めてこの辺ですね、電球のところのこの辺見えているところ、やっぱり HDR は Vivo 強いなというところと、まあ、光源に関してはいいんですけど、制御が少しチューニングされてないところが少しシーンによっては裏目出るという感じですね。でこちらも HDR 見てみたんですけど、まあ、この調子のところの光具合とかですね、この辺の看板光っているところの処理に関しては、まあ、このシーンでは3機種とも結構レベル高くて、まあ、Vivo が一番うまく処理できている感じではありますね。でこちらのシーンも見ると、まあ、シャーミー HDR 性能が弱いせいか、この辺調子のところの表現が弱かったりしたり、このシーンだと自動販売機のところはファインド X も若干白つぶれっぽくなっているんですけど、 Vivo は綺麗に処理できているという感じなので、こちらは Vivo の方が一番できているという感じになります。あとこちらの方も同じような感じですね、自販機の中のこの辺の飲み物のところの色味の表現とかはちょっとファインド X は白っぽくなってますけど、 Xiaomi と Vivo はしっかり表現できているという感じになります。こちらシーンはこの地面の解像度ですね、あと木の解像度に関しては、まあ、結構似たような感じです。ちょっと撮ってる撮影
成日がですね、途中でカメラアップデートとかたまに入ってきてるんで、もしかしたら先ほど解像度悪いっていうのがここではもしかしたら改善されてる可能性はあるなっていうぐらい、ここは解像度高くなってますね。こちらの写真も、どの端末もいい感じですけど、少し明るいところになってるので、解像度に関しては Vivo が一番このシーンではダイナミックレンジ含めていいという感じになってます。こちら少し明るくなってきたところで、解像度がですね、夜と比べてぐんと上がってきてるんですけど、道路の表現とかこれすごいですね、非常に細かい表現ができていて、空の表現に関しては3機種ともよくできていると。 Find X のこの辺のところとか、この辺のシャオミのところは、HDR 性能のせいかちょっと白飛びっぽいところが出てますね。でこちら昼の写真ですけど、解像度がかなり上がってきていて、この辺は素晴らしいですね。非常に綺麗に撮れてると思います。空の表現とかですね、この辺の薄い雲の表現もできているので素晴らしいですね。で3機種比較するとどうなのかって、この3機種ともですね、素晴らしい解像感を誇っていて、コーツ付け形なんですけど、空の表現とか微妙に色味が違いますね。実際にの色で見ると、ファインド X ちょっとこれ浅くなりすぎてる感じで、このシーンだと Vivo が一番色味合ってそうっていうところと、解像度よく細かく見るとこれ拡大しますが、この広い枠ですね、 Vivo がわずかにこの3機種の中では上回ってるって感じです。それぞれ処理の仕方が違ってて、 Xiaomi とか若干ノイジーな感じになっていて、こちら Vivo の方はですね、デノイズ処理もうまくできて、解像度も結構落とさずうまくできているので、フィルマに関しては申し分なくて、この3機種では一番解像感含めて高いという感じになります。こちらのシーンも同じような感じですね。ちょっとシャオミの方はここですね、周りみたいなやつが出てるってところと、デザインストーリーがこのエッジが立っちゃってるってところが惜しいところですね。木のところとか見ると、ここら辺のシャオミの木の表現素晴らしいですね。フィルマに関してはどの機種もかなりレベル高い感じです。あと拡大すると、ここの Vivo と Find X 結構同じぐらいのレベルという感じですね、解像度。あとこちら、試しにですね、Xperia 前作レビューしてますけど、センサーサイズが違う分、これシーンで見ると、解像感とかノイズがですね、これぐらい違うっていうところで試しに見てみたんですけど、 Xperia に関しては若干ここですね、拡大するとノイジーであったりとか解像感ってところがやはり Vivo に比べて劣ってしまうなという感じですね。カメラのレンジのフレアの処理とかも同じシーンなんですけど出ないってところもすごいところですね。あとこちらも同じシーンで比較すると、解像度がこれぐらい違うってところで、センサーサイズの差もあるんですけど、映像処理の差分っていうところでも Vivo はかなりレベル高いなと思います。 Xperia はもうセンサーはいいんですけど、1.35 分の1と1インチの差以上にですね、若干ノイジーで解像感は落ちてしまうという感じになります。こちら違うシーンでの3機種ですけど、もうどの機種もレベルが非常に高いですね。木のところの表現も非常に解像度高いですと、色味が若干違うって感じですね。こちらのシーンも同じような感じです。特に問題ないですね。道路の解像感に関してはやはり昼間 Vivo かなり夜に比べて解像度が上がっているという感じですね。空に関しては微妙なこの陰影の表現が Vivo が一番できているかな。Xiaomi も結構できてますね。こちら違うシーンで少し夕暮れっぽい感じですけど、空の表現だいぶどれも一緒のレベルですけど、色味とかですね、陰影とか見ると、Vivo 結構うまくできているというところと、地面に関しては解像感という面では Xiaomi が一番出てますね。こちら木の表現ですけど、色味は意外にどれも結構似ていて、若干 Find X7 の方は浅めという感じですね。でこちら建物ですけど、これまで解像度非常に高い Vivo の写真を、象徴するような写真になっていて、非常に綺麗に撮れるなという感じですね。こちらの写真もそうなんですけど、もう昼間の建物の撮影とか非常に解像感が高くて素晴らしいですね。こちらもそうですね。これ逆光ですけど、レンズが結構良くて比較的綺麗に撮れるという感じですね。こちらのシーンも素晴らしいですね。ガラスの反射とか含めて非常に綺麗に撮れてると思います。これ HDR 性能もこの辺の細かい電球のところもちゃんと出てますね。こちらのシーンも同じような非常に細かいところも表現が素晴らしいと思います。昼間に関してはもう文句のつけようがないぐらい素晴らしいですね。ここからですね、望遠の比較レンズになっています。この3機種ともですね、望遠レンズ結構すごいんですが、これ1倍ですね。で10倍にすると若干シャオミノイジーが少し入ってきてますね。 X と Vivo は全然大丈夫と。で色味がちょっとこれ30倍にするとシャオミが色味変わってきて、 Oppo と Vivo は
まあ、ほとんど変わらない感じですね。若干このだとこの辺の黒いところの表現がビーボーが上回ってると。でこちら60倍ですね。色味がだいぶ違いますけど、ビーボーが一番くっきりしてていい感じですね。でこちらが100倍ですと。まあこの辺の黒とか赤の表現、まあ実際の色とどうなのかってところで若干この辺のにじみとか気になりますけど、ファインド X7 もかなり綺麗に撮れていて、まあシャオミはさすがに夜景望遠対応しない面があって厳しいですね。で OPPO とこの VIVO 比べると、このシーンこう付け方しですね、この辺の若干細かい黒い何でしょうシミみたいなところが、まあ、本来こうだったらいいんですけど、この辺が画像処理の結果こうなってるとしたら、まあ、OPPO の方がいいという結果になるし、ちょっとここはちょっと微妙なところですね。で他のシーンで比較するとこんな感じです。これ見ると OPPO のレベルはすごい高いなってところで、夜景に関してなんかレベルがファームウェアのアップデートでですね、かなり上がってると思います。まあ VIVO と比べてもこれだと OPPO の方がいいという結果になるので、先ほどのこちらのシーンと比較しても、まあノイズとかですね、でノイズ処理含めて夜景に関してちょっとこれ OPPO の方が上回ってきた可能性もゼロではないなと。シャーミーはちょっとですね、少しぼやっとしてしまうって感じです。でこちら鉄塔のところ、だいぶ暗いところの望遠の比較をします。でこちらがですね、じゃあかなり暗いところの望遠なんですけど、まあ、夜のやっぱし望遠に関してはこの VIVO がですね、圧倒的にノイズレスというかすごいですね、ちょっと異次元レベルで、暗くなれば暗くなるほど VIVO の方が強くなってくるって感じで、 OPPO はさすがにこの辺ぐらいまで暗くなると若干もうノイズがかなり厳しい。シャオミはノイズを結構抑えてるんですけど、でノイズ処理がちょっと過剰で解像感が落ちすぎという感じになってます。なので夜景望遠に関しては最終的にはまあ VIVO が勝ってしまうなという感じだと思いますね。それなりの明るさがあってくると昼間は OPPO の方が強くなってくるではないかなと思います。これ10倍ですね。10倍でこの差なのでだいぶ違うって感じですね。でこちらじゃあウルトラとプロを比較するとどうなのかってところで、まあプロも最強レベルだったんですけど、こちらですね、プロもかなり綺麗に撮れてるんですが、細かく見るとわずかにウルトラが上回ってるという感じですね。この辺の解像度が若干ウルトラの方が上なので、まあ、夜景望遠最強っていうのはこの X100 ウルトラになると思います。あとこちらですね、ちょっと月があったので月を撮ろうと思ってこのシーンで、こっからの画角で月を撮ってみるとですね、こんな感じです。これ100倍なんですけど、 VIVO のその月モードだとこんな感じですね。ちょっと OPPO の方は月モードがないのでこういう風になってしまいます。マニュアルでうまくやれば撮れるかもしれないですけど、シャオミはですね、月モードが1140までしか上げられないので、まあそれでも月モードを撮れば使えばこれぐらい撮れるという感じになります。あと昼間の望遠比較ですね、このシーンで比較します。これは1倍ですね。まあどれも非常に綺麗ですね。でこちら10倍、カンシャオミこの中でわずかに劣ってる感じですけど、 OPPO と VIVO はもうほぼガス劣化ない感じですね。こちらが60倍、なんかちょっとこの辺ゴミみたいなのがついてますけど、まあシャオミは若干ノイズだけど、この木のところの解像度とか結構高いですね。で VIVO はかなり時計に関しては綺麗です。木のところは若干解像度が落ちてる感じですね。こちらが100倍です。100倍するとなぜかシャオミが一気にこのような感じで若干ぼやっとしてて、これ何枚か撮ってもこんな感じだったのでちょっと厳しい感じですが、こちら比較すると VIVO と OPPO では微妙ですね。これ文字のところ見ると OPPO の方が良さそうなんですけど、この数字のところ見るとデノイズ処理とか考えると VIVO の方がいいので若干こう落ち着き形ですけど、解像度に関しては、まあ、この辺の後ろの木のところ見るとVIVOの方が昼間上回ってきている可能性が高いなと思います。この辺の細かい芯のところですね、色味とかも出てきているので、若干ただこの辺のゴミみたいなですねノイズが気になるところだと思います。とこちらですね、VIVOの望遠なんですけど、飛行機とかですね飛んでるとこ撮ると、まあ10倍でこれぐらいの綺麗に撮れますというのと、18倍でもこれぐらいで撮れるというところで望遠性能は非常に高いですね。あとこちらテレマクロなんですが、テレマクロは30倍まで対応していて、10倍はですねこのような感じになって、30倍は若干フォーカスが厳しいですけど、まあこのようなレベルまで撮れるという感じになります。こちら違ったシーンですね。まあ、10倍に関しては非常に使いやすいですね。まあ、30倍は若干ぼやっとしてしまうのでちょっと過剰で20倍ぐらいがいいと思います。でこちらテレマクロ撮ってる時に、まあこれ動いてるものとか撮ってたんですけど、まあさすがにこの辺蜂ですね、羽のところは表現できなかったんですけど、まあ、止まってるものに関しては問題ないですね。たまたま蚊が手に止まったんで撮ったんですけど、こんな感じで非
常に綺麗に撮れたりとか、まあ、この辺の鉢もですね、非常に解像度高いですね。で、ポートレートもですね、モードがいくつかあって24から100ミリまでありますという感じで、まあ、望遠ポートレートもかなり綺麗に撮れていいと思います。まあ、どのモードでもですね、非常によく綺麗に撮れるなという感じです。で、こちらもですね、24ミリ、50ミリ、100ミリの比較という感じになります。まあ、解像感含めて非常に綺麗ですね。あとこちら色味の比較になるんですけど、ビビットモード、質感、ナチュラルがあってですね、まあ、花の撮影で比較するとこれぐらい違うという感じになります。ナチュラルはかなりこう独特な雰囲気があって、まあ、この花で言えば結構これが色味としては好きな人が多いかもしれないですね。まあ、ビビットもそれほど鮮やかではなくて、まあ、いい感じだと思います。あとこれビビットモードですね、こんな感じで、まあ、実際の色味もこんな感じなので非常にいいと思います。こちらの方ですね、若干かなり黄色くは見えるんですけど、まあ、実際若干独特しい花で、実際の花の色もこんな感じなので、めちゃめちゃ色味付けが強いというわけではないという感じですね。で、こちら石の表現も3モードで比較するとこんな感じです。質感モードは確かに質感ですね。椅子の質感が出ていていいと思います。まあ、どのモードも、まあ、雰囲気的にはいいと思いますね。でこちら、木の方は3モードで、だいぶ質感の表現が変わってくるなと思います。ビビットは若干明るすぎですね。まあ、木に関しては、まあ、質感モードが色味含めていい感じだと思います。こちら、鉄ですね。鉄に関しては3モード比較するとこんな感じです。まあ、ビビット若干明るめな感じがしますけど、ナチュラル、あと質感ですね。質感に関しては非常にこの塗装の質感も含めて非常によくできているなという感じですね。こちらですね、食べ物の比較を3モードでしてみると、若干ビーボ食べ物系弱いなって感じですね。ご飯の質感がどれも、まあ、あんまり美味しくなさそうで、白飛びしたりとかですね、このナチュラルモードもなんかあんま美味しくない感じで、この辺の肉のところもそうなんですけど、食べ物系の表現はちょっともしかしたらビーボ弱いかもしれないなと思いました。あとこちら物撮りですね、まあ、若干これ色味が若干濃いめに出てますけど、の物撮りもですね、非常にテレマクロとかもあるので、これ普通のモードで撮ってますけど、いい感じで撮れます。まあ、三色団子、これビビットモードですけど、めちゃくちゃ色味付けが強いわけじゃなくて、まあまあ美味しそうな感じで撮れている。 4K60S の動画の準備です。どうでしょうか。薄いのはまあちょっと出します。結構滑らかかもしれないですね。ちょっと揺らしてみます。4K60X の動画のチェックです。どうでしょうか。4K60F3 の動画のチェックです。どうでしょうか。少し明るいです。ちょっと進めます。どれも明るさはありますけど、若干にじみの違いがあるかもしれないですね。4K60F の動画のチェックします。どうでしょうか。ちょっと始めます。全然揺れないかもしれないですね。はい、以上です。 4K60F の動画のチェックです。どうでしょうか。ちょっと走ります。どれも同じような感じですね、見た目は。ちょっと夕暮れですけど、走ります。
り変わらない感じです。大丈夫ですと思います。最後ですね、まとめですが、基本的に性能面、バッテリー持ち、あとカメラ含めて全てが優秀ですね。特にカメラは望遠性能がすごかったりとかですね、昼間の解像感がすごくて、夜景に関しては露出がですね、若干まだチューニングが完成されてないところがちょっと X100 Pro と比較すると出てます。まあ、それを含めてもカメラに関しては異次元性能だと思います。あと動画に関してもですね、かなり良くなっていて、わずかにブレがある程度で、まあ、このあたりも動画含めて良くなってきて完成度が上がったところはいいと思います。ちょっとカメラのところは結構アップデートがですね、頻繁に入ってきて、まだちょっと少しバグが残っている可能性があるなというところですけど、どんどん良くなっているので、この辺は、まあ、最終的には X100 Pro に負けているところは改善されてくるんじゃないかなと思います。性能面に関しては、まあ、70% 程度で、まあ、ぼちぼちなんですけど、ここは多分おそらくこれ以上上がってこない可能性があると思います。トータルスペックとしては、まあ、91点で非常に高くですね、今回スピーカーも良くなってるし、かなり死角がなくなってきたなというふうに思います。完成度は非常に高いですね。まあ、値段に関しては14万で LIT900 を搭載した端末3機種あるんですけど、まあ、コスパ考えるとポがもしかしたら最強かもしれないなというところですね。望遠もかなり良くなってきてたりするんで、動画もまあまあいいというところで、なんか Vivo 対 Oppo っていう構図になってきた感じはするなというふうに思いました。あとですね、ファーウェイのピューラ70ウルトラっていうのも今評価してるんで、そちらの方ですね、改めて X100 ウルトラと Vivo を比較してですね、どれがいいのかっていうのはさらに見ていきたいと思います。はい、ちょっと今回カメラがですね、昨日盛りだくさんで評価に時間がかかってしまったんですけど、引き続きファーウェイの端末と、まだちょっとできてない iQOO の Z9 ターボでしたっけ、そちらもあるんで、ちょっとなかなかレビューが進まなくて困ってるんですけど、引き続きレビューの方を随時開けていきたいと思います。はい、今回のレビューは以上になります。